はーい、どうも、ナトだよ。今日はね、カボロラでこ使っていきたいと思います。今回はガチエリアなんだけど、まあ、ガチエリアがね、本当にカボロラでこ勝つのが難しい。月初めのガチマッチ、ガチエリア、本当に、かなり勝てなくて、パワーもかなり低かったんだけど、まあ、なんで勝てなかったんだろうって動画見返したりして、やっぱり、ステージによってかなり勝率が変わってくるのと、編成によってかなり勝率が変わる。この二つがカーボナデ、ローラデコのかなり欠点なのかなって思ったけど、でも、動画見返してると、まあ、編成がいい時とか、まあ、ステージによってはかなり、ノックアウト勝ちが多いのかなって思って、なんで、ちょっとノックアウト勝ちを狙うような立ち回りを意識してね、やっていきたいと思います。ギアに関してはね、カーボナデコまだちょっと考察中なんでね、まあ、今このギアでやってんだけども、やっぱメイン性のアップ積むとかなり、倒せる確率が上がる感じが感覚的にあるのと、あとサブ性能0.2積むと、クイブかなり当てやすいね。あとね、意外に、あれカーボナーでこうサブ性能アップじゃなくて、サブインク積まなくても意外に立ち回れるなと思って切ってみたんだけど、まあ、切ってもかなり立ち回れるのと、まあ、イカ速がね、もうちょい欲しいかなって思うんだけど、メイン1個でも十分かなって。まあ、割とギアの自由枠が多いかな。まあ、いろいろ試して、今度ギアの、はい、カーボンローラーデコのギア解説動画も出そうかなって思ってます。はい。ということで早速カーボンローラーデコでガチマッチやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。アマ美術大学のガチエリア。よし、やっていくぞ。よし、いくぞ。編成はまあそこそこだな。相手の方が一方的に塗りついたわけじゃないけど、長射程がいない。いや、ざっとなんか使う人増えたな。ザッと入ったし、さあ開幕1枚タワー1枚やって、さあそこから年キロつなげていきたい。ナイス、3枚やった。であとちょっとスパッタリークリアがどっかいるのわかんない、わかんねえ時はとりあえずピットに回り見て、タワーからいや普通に正面の敵をぶち倒しに行っていく。ちょっとスーパージャックが効いとらん。どっから来たお前。 OKOKOK、これカウント進むか。あ、オッケーオッケーオッケー。テキチャーだけや。これカウント進むな。僕、あとカーボンローラーデコのガチエリアは、もう取れる時にカウント取る。もうやっぱり他の時に比べて打開が難しいからな。マジで。もう取れると、抑えの時にできるだけカウント取って、って感じかな。結構決めるけど、やれたな。いや、これ打開だな。あんまりカウント、思ったより取れなかったな。51。あ、そう。で、打開がね、打開が弱え。打開がね、本当にきついんだよな。打開がコケコピッチャー投げてって感じになるから。自分がキルしないと本当に打開あんまり決まらないから、ガンガンキル狙いに行きます。打開。これまあ打開っていうより、あれだな。打開まではいかないけど、とりあえず敵陣に入って、あ、ここで、飛びちゃう。チャンリョカレのコケコピッチャーで、お邪魔虫して味方の挟みつる形で。さあ、やった、ナイスだ。あ、シャアやれるか。一発当たった。2発当たった。オッケー。ここでメイン性のアップ、メイン性のアップ積むと前縦分2発で倒せる。チャンチャン、あそこやれるか。これはまあ食いぼれ剥がしてもらって、食いぼ縦振り食い、これもつける。第2発、さあもう1丁来たから逃げまーす。こっち食いんじゃね。そうやり、オッケー。味方カーモン押してるけど、ワイも忙しいんだ。さあ、来いって。さあ、いっぱいだった。リボ。さあ、横振り。あと、速攻ピッチャーで塗って、抑え切って勝ちたいけど、勝てるここにいっぱいいる。オッケー、1枚やった、2枚やった。オッケー、さあ、これやって。はい、着地かーい 着地かーい。オッケー、ナイスー、ナイスー。ああ、こういう勝ち方なんだよな、カーボンのデコは。もう基本的に、抑え切って大量にリードして勝つ。それができなかったら負ける。もうそれぐらいの気持ちでいかないとね、カーボンのデコのエリアはマジ勝てない。これで突き始め俺負けまくったからな。おーし、ナイスー。じわじわと勝っていこう。はい、マッチングいたしました。アマ美術大学の、勝ちエリア。よし、やっていくぞー。よ し、先生強い。もうスプス、味方にスプスピいた時の安心感な。でマジで味方にスプスピいた時の安心感パネ、エリアの。開幕タワー、あー、これ倒れたら死ぬわー、マジか。
いや、開幕タワーはあれだな。敵の様子見ないと、行っても死ぬだけ。ポイズンミスト長屋だったのが痛かったな。長屋な。さあ、まず、やって。でも今のもね、メイン性のアップつけないとやれてないと思うんだよな。メイン性のアップ、やっぱ強いわ、カーボンローラー。まあ、積まなくても安定できるよ。さっそく取ってきた。おお、ラッキーラッキー。空母ピッチャーキル取ってくれたときはマジラッキー。やめて、それは死ぬ。いやー、そのポイズンミスト強いな。さあ、打開うまく決まらず、ここでペナルティアップつけれてないっていうのがかなり痛い。ペナルティアップつけたかったな。これなんだよ、塗りが弱いと、そういざあとちょっと塗ったらペナルティアップって時に取れない。さあ、もう、チルしていく。これは打開しないと、もう、ノックアウト負けだと。さあ、こいつ、外した。いや。まずエリア、オッケー。これでとりあえず、なんとかなった。はい。はい。当たったけど、届きません、それは。よし、こっち来てくんないよな。当ててた。当たんねえ。当たった。君もやっちゃう。オッケー。あと、ちょっとコクピッチャー打っちゃったけど、ね、これ抜くか。とりあえず、コクピッチャー打っとけば味方がやってくれるんじゃね。オッケー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 。とりあえず、いや、ここのね、まあ、甘みのここのカーボンローラーマジで強いから。ここから説明でプシャンってやるのマジ強い。で、届かないところは、あれ、食いぼれやるね。こうやって、食いぼれ。食いぼれやれちゃうと。あ、そう、あとステージ。あれね、カーボンローラーデカー、マジで勝ちだ。ステージによってマジで強さが半端ねえ。甘みは結構強い。甘みは結構強い。狭い、広いステージはもう、終わりって感じ。本当にここもずっと絶対来るでしょ。左に味方詰めてるから。危ねえ。さあナイスビュー。ナイスビュー。はい。よし。塗られるな。ねねねねねねね。塗ったら勝ち。ボール引いた。フォークピッチャー。あ、これ死んだ。死んだけど、ナイスー！オッケー、7、7、ナイスー。あー、コケコピッチャー。いや、コケコピッチャーもさ、敵がいたらさ、敵の方向に行ってすぐ爆発してくれないのもね、ちょっと使いづらいんだよね。まあ、強い時は強いんだけどね。よーし。オッケー、7、7、ナイスー。よし。ハニマッチングいたしました。アマ美術大学の、ガチリアー！よし、やっていくぞー。ステージ厳選すればマジでなんとかなりそう。あ、俺が負けまくったのはムツゴロだったな。ムツ。あ、そう、なんで負けたかっていう動画とか見返してて、やっぱ負けてるステージがほとんどムツゴロだったわ。さあ、これ当たんねえか。いや、ダメか。すまんな。3人引かせても OKOK。でも3人引かせたから今敵陣地3人追いやったよ。エリアにいた人にやられてしまったけど、さあ左に1枚いるけど、カーボンローラー敵に突っ込んだ方がいいと思ったけど、もう味方いるから、あいつやってあげたいけど、ちょっと無理。あ、味方死んじゃった、すまんご。これやれるか。突っ込んでこい。さあ、あ、足が危ねえ。ここにいるやつは、とりあえず、空母でカバーして、こうやって空母強えな。ナイス！神方。いで、あれ届かねえな。さあ、味方がイカシュアで帰っていったと。味方一人やられたけど、これちょっと接するか。やってないのと。味方やってくれた。おっと、抱え打ち、これでかい。この抱え打ちでかい、味方抜かれたくない。さあ、これは、あの、さあ、やったー。強いー。いや、このステージ、カーボン強いわ。いいなぁ。もう、甘みの時だけガチエリアやろうかな。いや、マジで強いわ、このステージ。中井もそんなに他のステージに比べたら難しくないからな。カーボンローラーの。タワーに入っちゃえば、結構仕事できるから。さあ、センサーつけるとちょっと何もできない。イカシア割りたいけど割れない。味方やってくれない。痛い、そのハイプレー！投げー！ナイス味方。ナイス。
さあ、これ打開だな。よし、打開だ。ただコケコピッチャーたまんなそうって思ったけど打開じゃねえな。味方が強い。一人で維持してくれたけど腰に落ち、これやりたい。やっぱこれでかい。打開になる前になんとかなった。ちょっとタワーで。さあこれそこ登る。動きが読めねえ。とりあえずこれやりたい。これやった。オッケー。なんとかに生存できたと。ほい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 。いやー、生かすよ、タイミングが。やれるんじゃないこれ。あ、味方が、味方がやられちゃったよ。さあ、ここカーブ。ここカーブですよね。ここで。危ねえ、縦振り外した。危ない危ない。ふっ、ふっ。いや、これ、1枚持ってったっけ。危ねえ。さあ、これやれるかな。やられない。オッケー。生存力。前線での生存力。やめなさい。やめなさい。やめなさい。オッケー。カット。オッケー。しっかりと勝っていく。これがカモノーラデコって感じ。やべ、エリアが本当に一番きつい。エリアが一番、全ルールの中で一番きついわ。オッケー、なんだな。いつ？はい、マッチングいたしました。ガンガゼ野外音楽堂のガチエリア。よいしょ、ってくぞ。ちゃんちゃん。さあ行くぞ。やべえ、塗りが、もう塗りが完全にエクスプローシャー一人任せって感じだな。敵もそんな塗り強くねえな。あ、強いな。まあまあだな。よいしょ。さあ、で、これは、あ、接地区、読み外した。今やった。強い。ほい！オッケー。完成チャンスで鍛えて。こっちいる。やったー。やめてー。あぶね。バレてる。やっちゃう。オッケー。やばい。死なん。引いた。やべ、カーボ忙しい。やめてー、塗らないでー。えい、えい、あれ。さあ、敵の竹が、あ、ここか。あれ、丸みさとん、ん？あれは、なんだ？スペシャル何かわかんねえ。さあ、ここ。ここからも一応やれるからな。当たんねえわ。詰めてくんの？怖い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 。死んだかもしれないから。一回バルーン使ってよけて、逃げる。さあ、もうこれ一回コケコピッチャーでカウント稼ごうかな。やめて！危ねえ。竹怖え。タッケー！オッケー。あ、塗られるわ、これ。こいつ、やりたい。あと一発。やった。オッケー。勝ったな。1キル、1キルちょうだい。オッケー、オッケー、77。ナイスー。しっかりとノックアウトしていく。ふぅ。だいたいノックアウト、ノックアウトだな。カーボンで勝つときは。オッケー、77。ナイスはい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと、ツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあ、じゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。